なぜ 100% 負けないかって、勝率が下がる前にロジックが自動的に切り替わるからです。はいどうも、バイナリ投資塾の陽介です。今回は負ける方が難しい、バイナリ初心者が一晩で150万オーバーを叩き出した自動更新搭載の 100% 負けない激レアツールを期間限定でタダでプレゼント。こちらをテーマにね、授業していきたいなと思います。ただね、ここで重要なのが、このツールは圧倒的すぎて公開 NG になるリスクが非常に高いです。なので今見ているこの瞬間がチャンスです。もし見逃してしまったら二度とね、手に入らないと思ってください。まずはこちらをご覧ください。これは自動更新が搭載されていない場合の結果です。 SNS とか、YouTube とかでね、よく見かける、それこそ手法だったりするとかっていうのはほとんどがこれに該当します。有料ツールもこのケースがね、ほとんどだったりすることが多いです。いくら強いね、ロジックを組んだとしても、やっぱ相場状況によっては勝率はね、ガタガタ、時間が経てばどんどん低下していくんで、本当同じやり方をね、こうずっとやり続けてもギャンブルトレードに等しいですからね。それに対してこちらをちょっとね、ご覧ください。こちらは自動更新が搭載された場合の結果です。この機能によってどんな相場状況だろうと勝率が安定してるんでね、常に高いパフォーマンスを維持できるんです。だから勝率がもう下がりそうなところでね、そういったタイミングを自動で察知して別のロジックに切り替える。だから下がる前に別のロジックで補っていくってことですよね。つまり誰がトレードしても高勝率をね、叩き出すことができるんです。これが自動更新搭載して1ヶ月フルで稼働させた結果です。1ヶ月全く負けなしとはね、言わないんですけども、1日単位で見ればどうでしょう。勝率ね、100% 叩き出すことだって可能なんですよ。これこそが負けろが難しいね、最強システムの強さなんです。まだイメージね、湧きづらい方もいると思うんで、今回ね、実際に検証してもらった結果をお見せします。これはバイナリー歴3日のね、加藤さんの結果なんですけども、夜21時から0時半の、約3時間半でね、150万以上稼ぎ出すことができるんです。一晩でこれですよ。それでいて誰でも再現できるってなれば、公開 NG になるのも時間の問題ですよね。なので何度も言いますけど、この動画が公開されている今のうちに必ず入手してハイローで荒稼ぎしちゃいましょう。それじゃあね、早速授業を始めていきましょう。レッツバイナリー。今なら LINE 登録者限定で24時間以内に10万円作れる速記マニュアル、最短10分で勝率 10% 上がる個別授業、結構裁量要素強めなんで、スキルアップね、狙っていきたい方にはかなりハマるかなと思います。そして最後、世の中の 1% しか知らない自動再現ロジックの無料体験、いずれかが必ずね、当たりますので、この機会にね、ぜひ参加してみてはどうでしょう。チャンスを手にするかどうかはあなた次第。はい、じゃあね、ちょっと早速やっていきたいんですけども、まずはじめに今回のツールがですね、いかに強いかイメージしていただきたいなと思ってるんで、実際のチャート画面を用意しています。これだいたいね、1時間ないくらいの結果、1時間でね、だいたい7007勝で、今回1分ターボね、推奨してるんで、ペア取率がね、じゃあ仮に 1.9 倍だとしてね、1万円取りの場合だと63,000円、つまり3時間で189,000円ね、稼ぐことができてるってわけです。あれ、冒頭で紹介していた加藤さんのね、実績には程遠くねって思うかもしれないですけど、今回全7通貨ペア全てに対応しています。つまり純粋に7通貨ペアかけていただくと132万3000円ね、稼ぎ出すことができるってわけです。3時間のね、検証ってなればもう少しいきますかね。ただこれはあくまでも全てのポイントでね、エントリーをして勝てた場合なんで、あくまでも目安となります。ただ得られた収益で掛け金を上げてね、複利でこうどんどん増やしていけば130万っていうのは余裕で越せますから、複利を味方につけたら130万を1時間で目指すことだってね、全然できるってことです。それだけね、今回のツールって強いんですけども、今回ね、紹介していくツール、その名もプログレスになります。特性についてね、この後しっかりとお伝えしていきますので、まずはセットアップからやっちゃいましょう。じゃあこれからね、プログレスの導入方法に移っていくんですけども、する前にね、 MT4 の設定をやっちゃいましょう。先ほども言ったように、今回はね、1分取引推奨なんで、1分でね、進めていくんですけども、
MT4 画面の上部ですね。こちら必ずね M1 にカーソル合わせるようにしましょう。一応こうやって今ねお見せしているこの MT4 なんですけども、僕普段ね Excel トレーディングを使っています。今後僕の動画を通してね、まあ、学びを得ていきたいって方は、まあ、なるべくね同じものを使ってもらった方が分かりやすいんで、この機会にぜひ撮ってみてください。でそれでもねちょっと分かんないよって方はマネーフローとね僕にメッセージをください。簡単にねもう 4,5 分ぐらいで解説できるような簡単なマニュアルをお渡していきます。はい、じゃあね早速じゃあプログレス入れていきましょうか。まずこちらの挿入インジケーターのカスタムの中にありますこちらプログレスですね、こちらを選択してください。そうするとこういったね設定画面が表示されます。まあ上部にまあいろいろね選択できる項目あるんですけど、その中にあるこの全般ですね、こちらの中にあります DLL の使用を許可する、こちらねチェックを入れましょう。外部エキスパートの使用を許可するに関してはもともとチェック入ってるんで、まあトータル2つチェック入ってれば OK です。次にパラメータの入力を押していただき、ここでいろいろね設定値変えることができます。今回直近相場に合わせてねロジック組み直してるんで、まあ、特にねこの辺は触らなくて大丈夫なんですけども、やっていただきたいことが少しあります。これはね完全にまあ僕の、まあ、やりやすいね設定するんですけども、サインとかね基本的には見やすい色にね配色してください。やんなくてもねここはあの全然いいんですけども、なるべくねストレスかかないようにね僕はやっていきたいなと思ってるんで、ここはねあの見やすい配色に入れ直していただければなと思います。やっていただきたいのはねこれだけ、これができましたら OK ボタン押していきましょう。はい、そしたらこんな感じでねセッティングできれば OK です。でさっき色をね黄色と白変えたんですけども、サインの色がねこんな感じで切り替わってれば OK です。ちゃんとね反映されてるっていうことです。はい、じゃあそろそろね実践に移っていきたいんですけども、まあ、まずね毎度おなじみではあるんですが灰色の設定からやっていきたいなと思います。このままねちょっとエントリーのね準備とかもしていきたいんで、まあ、その通過でねやるんですけども、まず今回1分取引なんで、最初ねまずここターボになってることを確認で、全ての取引時間ですねこちらを必ず1分に選択しましょう。そうすると1分取引にね対応する通貨がこんな感じでずらっと出てきます。この辺もね前でやってるんであれですけども、こうやってね全ての資産からこう選んでねいただくでも OK、まあ、あとはここのねゾーン、ここからでもね通貨選べるんで、まあ、やりやすいようでね大丈夫です。好きな方からね設定してください。今は20円でなんでねちょっとこのままやっちゃうんですけども、取引して通貨ね選択できましたらこんな感じで画面が切り替わるんで、まあ、あとはね状況に合わせてエントリーをしていくだけ。まあ、今回ねペアト率 1.9 倍ですね、まあ、ここにもね記載あるんですけども、今回10万円エントリーねしていきたいなと思ってるんで、勝てば一発でね9万円が手に入る形となります。まあ条件がね揃い次第ちょっとエントリーね移っていきたいなと思ってるんで、まあどういったタイミングでねエントリーをしてるのか、本当にねどういう感じで利益が増えていくのかっていうのをしっかりとねあなた自身の目で確かめていただければなと思います。ただその前に今なら LINE 登録者限定で灰色を自動で勝てるように改造します。当選者には僕からね連絡するんでお楽しみに。はい、じゃあまずね半エントリーポイントからやっていきましょう。先ほどプログレス紹介した時にもね軽く言ったんですけども、この矢印ついてるの見えますかね、これがプログレスが出してるサインとなります。なのでこのねサインがついてるローソク足確定しましたら次足エントリーしていきたいなと思います。はい、そしたらねしっかりと条件値の確認できましたので、まあ、10万円ですね半エントリー1本だけ仕掛けました。まあ、条件はね至ってシンプル、上向きの矢印が点灯、その確認ができましたらね次の足で半エントリーをしていってください。待ってる間にねちょっとプログレスの特徴、まあ、特性についてねお話ししていくんですけども、まあ、まず冒頭でもねお伝えしているようにこのツールの最大の強みってね他にはない自動更新機能の搭載です。ほとんどの手法やツールシステムにはね一つ大きな欠点があるんです。それはロジックがいつまでも使えるわけではないってこと。例えば家電製品でも最新の技術がねどんどん登場して数年後にはね古くなったりするようにね、投資のロジックも市場が変われば劣化していくっていうのが普通です。だから巷に出回るようなツールって時代遅れになったロジックをねそのまんま使い続けて、いわばね放置されることが多くてね勝率が落ちて結果としてね利益が出にくくなる、まあ、言っちゃえば長年メンテナンスをしてないね車を運転するようなものです。最初はねスムーズに走れて快適だなんて言っても次第にねエンジンの調子が悪くなってもう止まっちゃったりとか動かなくなっちゃうってことなんですよ。その点ね今回のツールって一味違くて市場の変化に即座に対応できる自動更新機能ね今回搭載してるんで、常に最新のロジックが適用されて常に勝率が最適されてる状態を保てるんです。言い換えればあなたは最新モデルの車に乗り続けてるようなものです。だからエンジンがね不調になるなんてことが一切ないってことですよね。でこの自動更新機能が搭載されたツールって他では手に入らないね未来の武器、
そのものであって、まさにこの投資の世界でリードする革新的なツールなんです。今回のツールがね、いかにすごいものなのかっていうのはよく分かったんじゃないかなと思います。それじゃあね、結果まで待っていきましょう。はい、じゃあね、ローソク足確定しまして、無事陽線形成されてますね。問題なく勝ちとなります。今回10万円エントリーのペア取率 1.9 倍、つまり9万円ね、利益の獲得となります。はい、そうしましたらどうでしょう。まあ、ハイエントリーのみしかね、まだお見せしてないんですけども、いやもうね、めちゃくちゃ簡単だったんじゃないかなと思います。ハイエントリー実践でね、お見せしてたように、一応ね、2つポイントあったの分かりますか。実際ね、勝ってるポイントをお見せしてた部分と、その前にね、1つポイントあったんで、まあトータル2つエントリーポイントあったんですけども、その2つともね、しっかり利益変えることができてます。言っちゃえば、まあ、10万円エントリーっていうのもありますけど、もうそれだけで18万円の利益ですからね。感覚で言ったら5分とかで10万円ね、稼ぎ出すことができてるってことです。だから純粋に全7通貨ペアで考えたら126万円ですよ。つまり冒頭で紹介した加藤さんは一晩でね、150万超えってね、話したと思うんですけど、これ全然目指せるのがよくわかりますよね。ここまで掛け金を上げなきゃいけないわけじゃないですけど、言っちゃえば掛け金次第でいくらでもね、上を目指せるっていうのがよくわかったと思います。はい、それじゃあ続いてローエントリーのもやっていきましょう。今下向きの矢印のサインがついてるこのローソク足ですね、確定したら次足行ってみましょう。はい、下ね、しっかりと条件値の確認ができましたので、まあ、10万円ですね、ローエントリー1本だけ仕掛けました。まずエントリー条件ね、おさらいも兼ねてやるんですけども、下向きの矢印が点灯、その確認ができましたら次足ね、ローエントリーを仕掛けていきましょう。一応今回はユーロ円ですね、 EURJPY でユーロ円となります。なんで変わらずね、ペアアウト率は 1.9 倍となります。一応今ね、こうやってエントリーしてるポイントに関してなんですけども、このポイントって結構ね、あのライントレードのね、根拠が強いんですよね。価格が上下してて、うちはね、安値を切り下げてるんですよね。意識されてるラインを下回ってる状態、要するにこれ下降する勢いがめちゃくちゃ強いと言えるんです。これだけ下がればもうかなり安心、油断できないですけどね。とはいえ、ここで負けたらまあお手上げだよっていうね、もうそのぐらいのレベルで根拠今回しっかりしてるんでね、このままちょっと結果待っていきましょう。はい、じゃあ確定しましたね。無事陰線形成されましたので、ローエントリーもね、問題なく勝つことができました。10万円エントリーのペア取率ね、 1.9 倍、つまり9万円ね、利益の獲得となります。はい、そうしましたらどうでしょう。ハイエントリーね、ローエントリー、それぞれ1分ずつね、エントリーを行ってきました。つまりトータルしてね、2回の取引で18万円の利益を上げることに成功しています。ここまでとしっかりと見られてるんであれば分かるかなと思うんですけど、サインに従うだけのね、エントリーなんで、誰でもね、再現できるっていうのが分かったと思います。それでいてね、まあめちゃくちゃ強いんですけども、ただ少なからず負けるポイントは存在します。今回ね、まあ、自動更新っていうね、かなりハイスペック機能がね、搭載されてるんで、まあ、ほぼほぼね、負けはないんですけども、少なからずやっぱ負けちゃうポイントもあります。じゃあどういうポイントがね、負けになってしまうのか、まあ、言えば今回ね、プログレスのデメリットにもつながってるんですけども、急騰急落でもね、サイン表示される可能性があるんです。本当に細かい値動きに敏感に反応してくれるんで、すぐにね、こう規則性を作って確率が高いところでサイン表示してくれるんですけども、それが故に急騰急落のね、局面だと負けちゃう可能性があるんです。だから今後の値動きが予測しづらいタイミングでサインがね、出ることもあるってことなんですよ。じゃあこういった部分をどういうふうに解消してね、エントリーしていくべきなのか、これをね、この後まあ実践軽くね、していきたいなと思ってるんで、引き続きね、集中していただければなと思います。今なら LINE 登録者限定で灰色を自動で勝てるように改造します。当選者には僕からね、連絡するんでお楽しみに。はい、それじゃあ今回ね、負ける方が難しいバイナリー初心者が一晩で150万オーバーを叩き出した自動更新搭載の 100% 負けない激レアツール、プログレスはですね、ここまで見てわかるようにめちゃくちゃ強いです。ただ先ほどね、お伝えしたデメリット、まあ急騰急落でもね、サイン表示されるよっていうね、お伝えしたと思うんですけど、この問題を解消しつつね、どういう風にまあエントリーをしていくべきか、勝率をね、上げるべきかっていう部分についてお話していきます。これ簡単に言っちゃえば、サイン表示された際のね、ローソク足に注目してください。どういうことかって、大陽線もしくはね、大陰線の際は注意していただきたいんですよ。お見せしてるものに関してはそんなにね、まあはっきりと大陽線大陰線って言えないんですけども、この中で言うと一番ね、でかい足で言ったらまあここですかね。ここもね、正直そんななんですけども、大陽線とか大陰線がね、つく際っていうのはトレンドの継続もしくは
調整だったり反発の可能性があるんで、割と今後ねどっちつかずのケースが多いんですよ。まあ上昇傾向なのか下降傾向なのか、まあレンジがね作られてるのか、それによってまず全然変わるんですけども、そこも考慮してエントリーをしていくってなると考えなきゃいけないことがめちゃくちゃ増えるんです。だったらそもそもね花からエントリーしないって選択取った方が正直ね堅実です。僕もまあ自分でねこうトレードしてて、いやこれどうなるかなってなった場合はエントリーしないですからね。条件がね一致しててもやっぱ自信持てないんだったらぶっちゃけやらない方がいいです。なのでもし確実に利益を変えていきたいっていうことなんであれば、今ねこうやってこの画面でお伝えしているようなエントリーポイントでねなるべくエントリーしていただければなと思います。そうすれば勝手に利益はついてくれて、今回は結構ね分かりやすくコンパクトにまあ解説してきたんで、そんなに難しい部分なかったんじゃないかなと思うんですけど、この動画を踏まえて、まあ、もしね分からない部分あれば全然ね連絡いただければなと思います。その方の悩みに対してしっかりとねアドバイスしていきたいなと思ってるんで、コメントっていうよりはねどっちかというと LINE いただけると僕もねアンサーしやすいんで、まあ、まだ登録してない方はね登録して僕のね LINE にちょっとこうメッセージいただければなと思います。はい、ではどうでしたか。じゃあそろそろね、まあ、ラストと言いましょうか。今回ね紹介してきたプログレスのね受け取り方法についてお伝えしていきたいなと思います。ここまでとしっかりとねついてきてるあなたであれば、今回ね紹介した僕の生産マカトさんみたいなね結果を上げることは十分にできます。もう少しであなたもねプログレス手に入れることできるんで、受け取り条件はしっかりと確認してください。それじゃあねプログレスを無料で手に入れるための3つの条件をお伝えします。まず1つ目、僕の YouTube チャンネルに登録すること、そしてこの動画にいいねを押すことです。そして2つ目、僕の動画にコメントをください。概要のね下の方にコメントあるんで、そこにね入れてほしいんですけども、今回ね紹介してきたサインツールに関する意気込みとか、まあ、あとは今後やってほしい企画、そうだな、まあバイナリーのことでもしね悩み事あればじゃんじゃんねコメントください。僕はコメントね全て見てます。今後のね動画作りの参考にも毎回させてもらってるんで、検証してほしいこととかね何でも構いません。あなたが見たいって思う動画作りね目指してるんで、ぜひ協力してください。それじゃあ最後3つ目、僕内にキーワードをお送りください。送ってほしいキーワードはこちらです。前人未到、これはカッコ外してキーワード単体で構わないんでね、僕の LINE にキーワードをお送りください。今こうやってね表示されてる QR コードからでもね LINE に飛びますし、動画の概要欄にも URL がね記載されてますんで、どちらからでもね追加することは可能です。お好きなのでね行ってみてください。3つのね条件の説明は以上となります。その行動を起こせるあなたならね、これからねこのツール使って十分稼いでいける可能性ありますし、今なら LINE 登録者限定でね僕が普段愛用する月収500万超えの最強の仕組み、これね一部無料体験できる機会を設けています。いつ締め切るかわからないんでね早めに手にするようにしてください。それではね本日の動画はここまで、続きはね LINE でお会いしましょう。